お休み文学第2夜、ジーン・リース、サルガッソーの広い海。この放送はお休み前の十数分間、程よく退屈な文学の話を聞きませんかというコンセプトでやっております。語り手は私、青森が生んだ文学中年、長谷川雅史です。よろしくお願いします。前回の第1夜どうだったでしょうか。なんかボリュームとかね、声の大きさとか、同じか、長さとかですね、滑舌の、圧倒的な悪さとかですね、何かもっと起こした方がいいんじゃないかとかね、BGM があったがいいんじゃない、いや、なくていいんじゃないとかね、そういう意見があればぜひコメントをいただきたいと思います。今回のですね、サルガッソの広い海っていう小説なんですけど、これ実はスピンオフ作品でして、シャーロット・ブロンテのですね、ジェーン・エアっていう、有名な、女流文学作品の、脇役、本当のちょい役の女性を主人公にしてるんですよね。どういう人なのかっていうこと自体がネタバレになってしまいますので、紹介としてはそれぐらいしか言えないんですけどそのある本当ちょい役の女性を主人公に据えてるんですが、別にこのジェーン・エア知らなくても全然面白いんですけど、一応ジェーン・エア読んでた方がより楽しめるかなっていう話です。で、一つこのサルガッソを読むときにおすすめしたいものがありまして、それはですね、ぜひ家系図を書きながら読んだ方が、結構複雑なんですよ、家系図、登場人物がね、なんで、家系図書くのも結構大変な、この人とこの人違うんだっけ、同じなんだっけとかっていう、あとはその召使いとかね、近所の人とか出てくるんで、もう家系に入らないんだけど重要人物とかね、そういうのもあるんで、そこら辺もこう面倒くさいんですけど、書いた方がより分かりやすくなる。で、それで分かっていくと楽しいんですよね、読書が。で、時々はそういうハードルの高い読書っていうのもまた楽しいんじゃないかなと思うんですよね。僕が家系図書いたのは、前に家系図書いた本はガルシア・マルケスの100年の孤独っていうね、もうすごい複雑なんで、家系図書いたら真相版にはちゃんと家系図がついてるっていうね、なんかなんだしって思いましたけど、でもそういう自分で書けず書きながら読むっていうのも、それはそれでね、楽しい経験ですし、読書力ってやっぱりそれもこう読書力の筋トレって僕呼んでるんですけど、そういうふうに読書筋がつくとそれがあるとですね、本当にそのよく一般的な売れてるような本がすごいそのサクサク読めるし、どういう構成、どういうのを狙ってんのかなって割とすぐこう見えるなっちゃうんですよね。で、それがそういう力ついた方がやっぱりなんていうんですかね、批評力が身について楽しいよっていうことを一つ言いたいですね。ぜひたまにはね、そういう
ちょっとまあお堅い文学読むのもそういう意味でも楽しいですよっていう感じです。でまあ早速本題入りますね。この猿合奏の話はですね、まあ、主人公の女性はアントワネットっていう名前なんですけど、この人は、まあドミニカの植民地生まれ、まあ、一番白人なんですけど、その例えばそのヨーロッパの白人とはちょっと違くて、そっちの現その純ヨーロッパ人からはちょっとやっぱり下に見られてるところがあるし、現地のその黒人たちからもその奴隷、最初奴隷としてそのね扱ってた時代から奴隷が解放されてから急にそのなんていうんですかね、その反抗されるようになって、ちょっと今度から白いゴキブリとか言われてですね、反感を買ってる、排斥されてるような感じ、まあいじめられたりもするんですね、子供の頃に。で本当ね、まあちっちゃい頃にそのある日突然家を焼かれる事件が起きるんですよ。現地の人たちに、まあ、出てけみたいな感じですね。なんでそういう幼少期を送ってるんで、本当に安心安全を求める人生になるんですよね。そういうひどいトラウマを抱えてるので、でその安心安全ってどこにあるんだろうっていうふうになった時に、それはあまりにもどこにもないので、その現実世界にないのでですね、その死ぬこと死へやっぱり向かうちゃうんですよね。それなんで死が出てくるかっていうと、その家を焼かれた後に修道院とか入ってですね、そのシスターとかにその天国とか地獄っていうイメージをですね教えられたりするんですけど、結局そこにもまあ救いはなあんまピンとこなくてですね、救いを感じられなくて、死ぬことっていうイメージだけはしっかりその ついたりするんですよね。でまあでもその死っていうのがじゃあすぐ死ぬか自殺するかっていうとそうじゃなくて、なんかまずその死が本当に安心安全っていうものを満たすものなのかって分かんないですし、まあ自分のタイミングでっていうかね、自分のやり方でっていう、なんかちゃんとしたしっくりきた時に死にたい、自分のやり方でそのフィニッシュしたいみたいなところはあるんですよね。なんかいきなり死んだりとかいきなり殺されたりっていうんじゃないっていう感じですよね。でまあもちろんその生きている間は生きたまま安心安全を探すっていう、ゴールに向かうわけですけど、で旦那さんと出会って、まあ、旦那さんというかそのロチェスターという男と出会って結婚するんです。ロチェスターはイギリス人、割とこうお坊ちゃんの次男坊みたいな感じでですね、うまいこと結婚して、最初の新婚時代は本当ラブラブなんですけど、すぐそれはまあなんか全然なんか束の間の幸せですごい歯車が合わなくなるんですよね。いつもこう死にたい死にたいってアントワネットは言ってるのが、まあそのロチェスターにとってはうざいですし、なんか全く噛み合わない感じなんですよ。これがまたなんか本当なんか白々しいなんか痛いラブラブさみたいなのがあって、それを
ルチェスターの方はね、もうすぐ気づいて本当に冷ややかな視線で見てるんですよね。でそれがなんかうまくいかない理由もなんかちゃんとした理由がいくつかあって、例えばそのあのなんだっけ、アントワネットの周りのなんか義理の兄みたいなやつがあのなんかただルチェスターにね、あんたのそのイギリス人、純粋イギリス人だっていう家系が欲しくて結婚しただけなんですぜ旦那さんみたいな変なこうなんていうんですかね、噂を吹き込んだりするんですよ。であんたの結婚みんな笑ってますよ陰でみたいな、なんか変なこうで、ロジャーさんも俺騙されたみたい な自分の家族からもうまいこと丸め込まれたのかみたいな、なんか変なこうモヤモヤしちゃうとか、あとはその、ドミニカの土地が全然合わない、風土が全然しっくりこないとかね、そういうのがあるんですけど、でまあうまくいかない、うまくいかないんですよ結局要は。でどんどんそのあのアントワネットはどんどん死に、まあ、死と狂気と死に向かっていくんですけど、であのここでそれがなんかそのダメなことなのかっていう話なんですよね。要は何が言いたいかって、例えばこの結婚して、まあ、離婚する方ってたくさんいるじゃないですか。そのでその時にあの離婚した後でその最初はラブラブだったけど本当に痛かったよねとか、その全然なんか若かったよねとか、あなんか未熟だったよねみたいな感じで、その結婚自体を失敗とみなすとか、あのまあなんか黒歴史とみなすとかですね、そのなかったことにしたいみたいなことって、その結果からしたら、離婚しちゃったっていう結果からしたら本当にあのなんか失敗っていうことになるんでしょうけど、そのなんか新婚時代のラブラブ感とか結婚当初の高揚感とかもきちんとその経験として、その今、離婚しちゃった後の人にもきちんとその魅力としてね、なんか血肉と化してると思うんですよ、そのポジティブな形で、全てがポジティブな形かどうかっていうのはそんなねざっくり決めつけられないでほしいって言われちゃうかもしれないんですけど、なんかそのある今現在からの視点でしかない決めつけ、それこそ決めつけだと思うんですよ、その痛い新婚時代ラブラブだった未熟だった私たちみたいなのこそ、そのなんていうんですかね、一方的な見方なんじゃないかなと思って、まあだから それは決して無駄じゃなかったっていうようなことを言いたいんですよね。で、このロチェスターとそのアントワネットっていうカップルが、そういう意味でもその痛々しいけどもすごく魅力的で美しい2人になっていて、ちょっと本当にね、あの俗っぽい例え分かりやすいんで
であげちゃうんですけど、例えばね、そのロチェスターもアントワネットも、あの全然なんて言うんだ、普通ノーマルな性癖の、男と女だと自分で思っていたんですけど、まあ、そのいざその付き合って、結婚して、その何て言うんですかね、セックスした時に、実はものすごい、ロチェスターはものすごいド S だったし、アントネットがものすごいド M だったと。でお互いにそれ、そういう性癖に気づいてない、自分の性癖にも相手の性癖にも気づいてなくて、なんか結果すげえ盛り上がってる実はみたいな。で別に周りもにもそういうこと言うこと言う機会もないので、誰も知らない、本人たちも知らないけど、めちゃくちゃなんかものすごいことになってるっていうのって、やっぱなんか美しいと思うんですよ。美しいっていうか、なんかね、羨ましい、羨ましいっていうか、なんかそのなんかラブラブじゃないですか、結果ね、結果ものすごいその濃い時間だと思うんですよ。でそういうなんか長い複雑な SM プレイをずっと人生かけてやってる2人なんじゃないかっていうね、夜中に何を言ってるんだ俺はっていう話なんですけど、まあ、一番ね、そのこのなんていうんですかね、この高尚な文学を一番曲解して今喋ってる気がしてね、こういう放送なんかバンされないかちょっと心配になってきましたけど、まあもちろんね、これそういうなんかアホみたいな解釈だけじゃなくて、すごいその差別の問題とか、あとは植民地もクレオールのね問題とか、そういうなんかその文学大学のなんか難しいテキストとしても耐えられる作品なのでね、全然幅広い読み方ができるテキストと、優秀なテキストとして存在しているものなので、全然大丈夫です、大丈夫ですっていうか一つのまあアホみたいな読み方としてね、僕みたいなこの解釈も面白いんじゃないかなっていうことでですね、ぜひそういうすごいとてつもない上級者向け SM 小説としても読めるということでですね、ぜひこのサルガッソの広い海読んでほしいんですけど、まあ、最後にそのロチェスターがですね、冷ややかな視線でアントワネットを描写するシーンがあるのでね、ちょっとまあ読んでみたいと思います。僕の話は彼女に何一つ影響を及ぼさなかった。それならば死ね、眠れ、僕が与えられるのはそれだけだ。彼女はどんなに死に近いところにいるか気づいたことがあるんだろうか。僕の言う意味ではなく彼女の意味で。それは安全なゲームではなかった。あの場所では欲望、憎しみ、生命、死が暗闇でせめぎ合った。死がどれほど身近にあるか知らない方がマシだ。そんなことは考えない方がいい。一瞬でも近いのではなく同じなのだ。君は安全だよ。僕は彼女と自分に言い聞かせた。目を閉じておやすみ。やがて僕は雨音に聞き入る。永遠に続くかに思われる眠そうな音楽。雨、永遠に降り続く雨。眠りの中で僕を溺れさせてくれ。さあ早く。それではおやすみなさい。